まあ経済というものはねみんな知ってると思うんだけれども経済学っていうと多分高校生の皆さんにあまりイメージがないんじゃないかなだから今日は私はねあの君らに、まあ、経済学ってのはどういうあの学問なのかっていうことをね、えー、語りたいでちょっと題材に取り上げたのがね、まあ、日経平均株価の作り方っていうことなんですけど、まあ、このトークは3分間だから3分クッキングみたいなね 感じでちょっと3分で日経平均株価を作ってみよう。で、作るってのはどういうことか、これは日経平均株価の本物のグラフね。ちょっとこの上がったり下がったりする感じを覚えておいてほしい。で、まずね、何をするかっていうと、乱数ってわかるかなあの数字をね、こうランダムに発生させるのね、全く出たらめに。で、グラフにするとこんな感じになる。で、えー、これをちょっとね、切り揃えます。まあ、クッキングだからね。 でちょうど上下が等しい長さになるようにちょっと切り揃えるこれ上がプラス1であの下がマイナス1なんだけどねでこれをどうするかっていうとこれ皆さんから見て左の方があの時間的に最初で右の方があの時間的に後なんだけれどもこれをね時間的に最初の方からつまりあの左の方から足し合わせていくのねそうしてできたグラフがこれどう本物の日経平均株価と 激にでしょつまりね日経平均株価っていうのを我々簡単に作ることができるこれは何を意味してるかっていうとこの日経平均株価のねさも意味ありげなグラフっていうのは、えー、実はでたらめな数字の並びなのつまり経済学をね君ら知ると株価って一体何なんだろうっていうことがねあのよくわかるで私は別に株っていうのが儲からないって言ってるわけではなくて平均的には儲かるけれども あのしかしこのデたらめな株価の多いきから何か将来の株価がどうなるか、ねまあ、予想することはできない、まあ、こういうことを経済学はね、えー、語るし、まあ、それだけ、まあ、切れ味のいい学問だっていうふうにね私は思っているほ、まあ、他にもこういう、ね、例はたくさんあるので君ら大学でね勉強してください。